1517年、ドイツで、サンピエトロ寺院の改築のため、レオ10世の職友城の乱売が始まります。これに憤慨したのが、マルティン・ルターです。ルターはドイツの神学者でした。父親は、銅鉱山で働く労働者でしたが、地方議員を務めるなど、向上心があり、母親もまた、勤勉な女性でした。両親は、ルターを弁護士にと望み、大学まで進ませます。ルターは法律を学ぶうち、その不確実性を感じて神学へと転向します。落雷の恐怖に死を感じた時、修道士になることを心に決めたと言われています。両親の同意を得られず、大学を中退し、本を売ってエアフルトの聖アウグスチノ修道会に入ります。1510年、ルターは巡礼のため大きな希望を抱いてローマを訪れました。しかし、そこで目にしたものは、教会の浪費、腐敗、聖書の独占、貧しい人々の窮状への関心の欠如、異物への代償を伴う崇拝でした。聖品、従順、締結という三つの誓願を生きることが、聖職者としてあるべき道とされていたはずです。教皇ユリウス2世は、ヨーロッパ中の教区民から集められた献金で、自宅に精巧なフレスコ画の装飾を施し、贅沢な改造に大金をかけていました。そして、枢機卿時代に生まれた、非嫡出の娘、フェリーチェ・デッタローベレを公然と認め、フェリーチェは、父教皇の意向で、バチカン宮廷内で権力を持っていました。教会のヒエラルキーは物質主義的で、政治と絡み合い、司教は王族のように振る舞っていました。ローマで過ごし、聖地を訪れるにつれ、ルターはますます幻滅を感じます。知識の番人として、教会はヨーロッパの本のほとんどを修道院図書館に保管し、聖職者だけに閲覧が許されていました。進歩的な思想や科学者の考えは禁止本として閉ざされ、ラテン語で書かれた聖書を読むことができるのも教育を受けた聖職者だけでした。飢饉やペストで苦しむ人々に対してミサはラテン語で唱えられ、免罪符が売られます。このような貧しい人々の窮状への関心のなさに、やめる者へ手を差し伸べることを強調するという聖書との間の矛盾を感じます。巡礼のために訪れた教会には、聖人の骨、十字架の破片、または聖なる血の雫など、ありとあらゆる神聖なものに代償があり、精神性をほとんど感じることができませんでした。遡ること500年前、聖職者の婚姻の禁止が公式になり、既婚者であっても性的な接触を控えるという厳しい規則があるにもかかわらず、実際には完全に無視されていることもわかりました。ルターは、贅沢で傲慢なローマの聖職者の振る舞いにうんざりし、母国の謙虚で低粛な聖職者たちの真摯な生活とのギャップを強く感じます。後にルターは、当時の見聞について、ローマ教会は最もみだらな泥棒の巣窟となった、と教皇に宛て非難しています。大きな希望をくじかれたルターはドイツに帰国して神学博士号を取得し、ビッテンベルク大学で弁を取ります。ローマでの経験と自身の聖書の解釈との間で悩み、様々な資料を読み漁ります。そこでヤンフスの著書に出会いました。読み進めるにつれて、言葉では言い表せないほどの驚きを感じ、著者フスの説得力のある聖書の解説に感動します。ルターのその後の行動は、フスの影響が大きかったと言えます。大司教となったアルブレヒトの思惑通り、指導要項に沿って売られた職友城は、買えば、煉獄の霊魂の罪の償いが行える、霊魂が天国へ飛び上がるという謳い文句で飛ぶように売れます。ローマ巡礼での経験と、自身の聖書の解釈との間で、人が許され、正しく生きることの意味に悩み、フスの考えに触れたルターにとって、罪の許しに必要な秘跡の授与や、悔い改めなしに、職友上の購入のみによって償いが軽減されるという考え方は、見過ごすことができない問題だと感じます。ルターは、アルブレヒトの指導要項には、職友行為の乱用が見られるとして、95箇条の論題をまとめ、アルブレヒト大司教に送り、ビッテンベルク大学の聖堂に掲示した、と語り伝えられています。
掲示した事実の真偽は未だに明確になっていませんが、ラテン語で書かれた論題は数ヶ月でドイツ語に翻訳され、当時普及し始めた活版印刷により増刷され、瞬く間に文字を理解する有識者に広まりました。収入源を断たれては困る大司教は、論題をそのままローマへ転送しました。ローマではこのような避難所感に慣れていました。異端審問としてルターを召喚し、裁判が行われますが、そのやり取りで、ルターは、ますます、カトリック教会への不信を募らせました。教会は、ルターが健康、フリードリッヒ三世の庇護のもとにあることを考慮し、穏便に解決しようとしますが、ルターは自説を曲げることはありませんでした。それどころか、教会の聖職位階制度の否定、根拠のない秘跡や慣習の否定、ミサでのラテン語の使用に関する意見の相違、聖職者の独身制度の否定、十字軍の推進、否認への反対など、批判文書を次々発行します。レオ10世は、撤回しなければ破門する、と勅令を発布して警告しますが、ルターは、勅令と教会文書を、ビッテンベルク市民の面前で燃やしてしまいます。これを受けて、ついにルターの破門が正式に通告されました。この任を得て、ローマ皇帝カール5世は、ボルムス帝国議会で、再度、主張の撤回を促しますが、ルターは拒否し、破門が決定となります。著書は禁止本となり、ルターに手を差し伸べることは犯罪となりました。ルターが教鞭を取る、ビッテンベルク大学の創始者、フリードリッヒ三世は、ザクセン選定校であり、カール5世を皇帝に押し上げた、ハプスブルク家に匹敵する大諸侯でした。教皇も、皇帝も、フリードリッヒ三世には、政治的にも、経済的にも敬意を払っていました。勤勉で、敬虔なキリスト教信者であった、フリードリッヒ三世は、寺領内の教会の管轄権を、ローマから引き離したいとの考えもあり、公然とルターを支持するのではなく、擁護する立場を取り、破門されたルターを、バルトブルク城にかくまいます。身の安全の確保されたバルトブルク城で、ルターは、聖書のドイツ語翻訳に着手します。1522年に新約聖書、1534年には旧約聖書の翻訳を出版し、続いて1543年にはユダヤ人と彼らの嘘についてを発表します。破門前のルターはユダヤ人に対する迫害についてもローマ教会を非難していました。ユダヤ人がキリスト教に改宗しないのはローマ教会の腐敗のせいだと考えていました。ルターはイエス・キリストもユダヤ人であることを強調し、それを理解しないローマ教会を是正するルター派はユダヤ教と同族血統であるとして改宗を呼びかけ、ユダヤ人を擁護する姿勢を見せます。しかしユダヤ教徒が改宗することはありませんでした。改宗の努力が無駄なことだとわかると、一転してユダヤ人の不寛容さに対し憎悪の感情を抱きます。ユダヤ人と彼らの嘘についてを発表し、具体的な7つの追放案を提示します。この過激な著書は、何世紀にもわたって断続的にドイツでのユダヤ人市民に対する態度に影響を与えました。第二次世界大戦中のナチスは、この著書をユダヤ人迫害の正当性を主張する材料として利用しています。諸侯や民衆の支持を得てきたルターは、新しい教会を組織することになり、これが現在まで続く、ルーテル教会と言われる、プロテスタントの一つの宗派となります。ローマ教会の腐敗は、ルター以前から非難されてきていました。イギリスの神学者、ジョン・ウィクリフは、若い頃から、長きにわたって、ペストに苦しむ人々に対する、聖職者の対応に、疑問を持っていました。ルターの95箇条の論題を遡ること150年ほど前、オックスフォード大学の神学教授だったウィクリフは、教皇とイングランドの間での聖職叙任や課税問題について教皇庁の役人と協議するためにベルギーのブルージュに派遣されます。ローマ教皇や教会、修道院の聖職者が世俗的、豪奢な生活を送っていることに疑問を感じ、教会がヒエラルキーで成り立ち、それに対する対価が存在することを非難します。教会財産を否定し、聖書に立ち返ることを説くようになりました。
1375年、その時の経験から世俗的支配権についてを出版します。さらに、聖職者のペストによる死亡率が高いことに着目し、彼らの矛盾した生活のせいで世の中が罰せられているのだと考えるようになります。教会財産を否定したことで、イングランド貴族の支持を得て、神学者として様々な著作を執筆し、教会や教皇への批判を続けます。しかし、聖餐についてという著作で、パンと葡萄酒がキリストの肉と血に変わるという固い説を批判したことで、支持してきた貴族たちの反感を買います。庇護を失ったウィクリフは異端者として攻撃され、彼の支持者たちは国外へ逃亡したり、説を翻したり、散り散りになってしまいました。ウィクリフは異端として弾劾されてはいましたが、破門されることはなく、1384年に亡くなるまで、教区での活動は続けていました。そして、誰もが自由に聖書を読み、その教えを直に感じることを重んじ、そのためには、自国語で聖書を読む必要性があると説き、ライフワークとして、英語への翻訳を手掛けます。この翻訳聖書は、彼の死後、支持者たちによって、写本が出版されました。それは、その他の著書とともに、プラハのヤンフスを動かします。ヤンフスは、ボヘミアの宗教思想家で、プラハのカレル大学の学長を務めていました。ローマ王、兼、ボヘミア王、バーツラフ4世の異母妹、アンナが、イングランド王、リチャード2世と結婚したことから、ウィクリフの著書が、ボヘミアで広く知られるようになります。大学は、新しい教義の広がりに反対しますが、フスは、強く魅了され、研究します。1411年、ナポリを征服したいと考えていた、教皇ヨハネス23世は、挙兵のため十字軍を宣言し、その資金を調達するため、免罪符を販売します。フスは、人は真の懺悔によって許しを得、金では贖うことはできないと、ウィクリフの説を引用して職友上に反対し、抗議します。民衆は、フスの考えに同意し、詐欺的な貫通者と、聖職売買者の集まりのような、ローマ教会よりも、フスに従うべきだと考えました。バーツラフ4世とボヘミア政府も、フスを擁護し、信奉者の力は日増しに強まりました。しかし、そのヒエラルキーにおいて、ローマ教会の決定には、従わなければなりません。バーツラフ4世は、自国が異端として悪評を受けていることに悩み、対立する両派を和解させようとします。プラハでは、教会とフス派の人々が何度も議論を重ねますが、埒が明きませんでした。ついに、1414年、フスはローマに召喚され、異端者として有罪判決が下されます。フスは家計に処せられ、その遺骸はライン川へ流されました。彼の最後の言葉は、真実は勝つ、だったと、チェコ人の間で伝わり、1920年に、チェコスロバキアの国の標語とされました。フスを有罪にした教会は、同時に、改めてウィクリフを異端者として取り上げ、翻訳聖書を、現地語への翻訳は、教会の祝福を受けていない、として禁止し、彼の遺体を掘り起こし、その他の著書と共に家計に処します。現在、世界中の人々が母国語で聖書を読めるように、聖書翻訳などの様々な活動を、宗派を超えて行っている、ウィクリフ聖書翻訳協会は、これにちなんだものです。また、リンカーンの名言は、ウィクリフの翻訳聖書の序文、この聖書は、人民による、人民のための統治に資するものである、という言葉を引用していると言われています。